い、こんにちは。ビカモリアットワイフです。今日はベイチーワイルド、オーストラリアを株分けして、つけていこうと思っています。で、親株仕立てにしてたんですけど、このね、結構この水、一株に対して水苔の量が多いと、あんまりね、私たちの経験上小株がいっぱい取れるんじゃないかっていうね、あの感じだったんですけど、あんまりね、あの綺麗に育たなくなってしまったのもあったので、こっちのね、いつもあの皆さんに見せている親株仕立ての方に直して、かつ、株分けですね、していきましょう。こんな感じの本当にあの細葉がすごい綺麗な、ベイチーワイルドオーストラリアですね。こんな感じ、綺麗でしょう、結構ね、こんな感じです。シュイーンっていう感じなんですけど、音で言うとね、音で当たってるかな。これを、株分けしていくんですけど、私たちが作っているアミータと呼んでるものは、これね、本当はね2倍の大きさがあるんですけど、ここでね、電動のカッターで切って、このね、熱湯をつけています。で、親株仕立てにするので、ここね、裏の方は少しね、あの間があって、こんな感じ。こっちは綺麗に面が揃ってる方。面が揃ってる方にネットフレームをつけて、後ろの少しあの空間があるところに水苔裏面に つけていくっていう感じにしていますね。じゃあ今日はね、ネットフレームの作ってるところからちょっとお見せしようかなと思っています。今日はね、土曜日。息子がいて、ココちゃんは保育園ですね。ココちゃんがいるとね、結構仕事ができないので、土曜日もお願いしていることが多いですね。あ、そうだ、昨日ね、あの出した動画であの小言の話したんですけど、あの新しいほうきを買いました。今日じゃんじゃじゃーんって言って見せたら笑ってたんですけど、ほうきもちゃんと買ったのでね。パパが買ったやつはあの高級ほうきだったので、それほどね、あの履き心地は良くはないけど、まあ見た目が可愛いからいいかっていう感じで買いました。こんな感じでつけていきます。このね、インシュレーターっていうんですか、で止めていってます。止めるところはね、結構適当に何箇所か浮かなければいいぐらいの感じで止めてるんですけど、結構ね、しっかりあのしてるので、かなり年数が経ってもね、大丈夫なやつですね。で、結構親株仕立ての依頼とかもあるんですけど、それもね、チャンネル下の概要欄にね、依頼の仕方なども貼ってるので、よかったらね、見てみてください。これにすることで、結構あの小株があの取れやすかったりして、結構あの今までの経験上ね、こういう方がいいなっていうのが気づいたので、昔ね、こうやって親株仕立てにしてたやつを少しずつね、入れ替えてあのいますね。そしたら、一応真ん中の方もね、止めて、合計ね、こんな感じで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 箇所ぐらい止めてます。で、切っちゃいましょう。こんな感じですね。で、こっちの裏の方にね、水苔を詰めていきましょう。はい、まずは板ができたので、次に切り離していきましょう。こんな感じですね。株は綺麗だね。すごい綺麗だなと思いました。私すごいいい感じで、ここのね、茶色いのはね、生きてるかどうかわからないって言ってて、ここの下の2つね、これとこれなので、胞子葉が出てるね、2株を切り離そうかなと思います。まあこれからね、1回全部
切り離してあげる感じにしましょう。すごい簡単に入ってますね。パパがやった感じですね。すごい簡単につけられてますね。取れるかな。よいしょ。前はね、結構こういうのバス、なんだ、鉄のバスケットを使ってましたね。今はもう使わなくなりましたね。切り離していこうか。はい、では切り離していきましょう。ですね、まずこっちから切り離そうかな。このね、2つはね、茶色くなっちゃってて、成長点もちょっと生きてるかどうかわからないんですけど、簡単に取れそうな気がするけど、この間失敗したばっかりなんで、ちょっと慎重に。はい、1個目が簡単に外れましたね。1個目じゃあもう1個目外していきましょう。ナイフ使わずに外れましたね。これはもうそのまんま親株につけちゃいましょうね。この2つはどうしようかな。多分15センチパネルにつけようかなと思います。よし、じゃあこのね、2株取れましたが、こっちをね、板付けしていきましょう。これは少し広げちゃおうかな。この2つもついたまんまやりましょうかね。あんまりね、水苔いっぱいしすぎない方がいいかもね。裏にもあるから、裏のものとちょうどトータルで考えて水苔の量を調整していきましょう。今日はね、十五夜なのかな昨日すごい綺麗な満月で、なんか幼稚園でお月見の話が出たみたいで、なんか息子はね、言ったらね、作るのが好きな子なんで、料理もだだんだんブロックも何もかも、今日は団子作るって言って聞かなかったので、聞かないというか、作るって言い出したら、もう作ってあげないと、いつ作るの、いつ作るのってずっと質問攻めにされるので、材料買ってきて午前中に作ったんですけど、でも息子はね、作るの専門で食べるの専門じゃないんですよ。なんか自分で作ってもスムージーもすごい作るの好きだけど、作るのが好きなだけで食べるのはそんなに好きじゃない子なので、いっぱい作っても食べるのは私だったりね。こう、まここちゃんはね、食べる、結構食べるけどね。なので、ちゃんと食べるんだよって言ったけどね、盛り付けも楽しそうにしてましたけど、本当に食べるかなって思いますね、子。あんまりいっぱい食べる子じゃないんでね。よし、じゃあこれぐらいで。じゃあ巻いていきましょう。少しね、
なんだろう、こうあんまりにも角度を倒しすぎると成長点がね埋もれてしまいそうなんで、少し角度つけて、この子たち苦しそうだけど、こんな感じの角度でいこうかな。すごい綺麗ですよ、本当に。胞子葉がね、すごい白くて細長くて、なんかすごい綺麗ですなんかすごい綺麗ですっていうのもあれだけど、すごい綺麗ですね、本当に。この白くてシューンってなってるとね、本当になんか、なんていうんだろう、美しいですね。美しさのある女の子って感じがするな、なんか白くて綺麗で優しい感じですね。多分ダメでしょうね、この下の2株はダメになってるんだろうな、多分。でも一応パパがね、まだわからないからってつけててあげてって言ってましたねそう言われたらね、つけててあげようって思いましたけど、すごい本当にシャキーンってなってますね。もう成長点の本当に手前から真上に上がってますね。ほら、すごい上がり方。直射でね育てるとね、本当に育ててくださいっておすすめの株ですね。すごい白くて本当に綺麗な株ですね。この細葉の胞子葉がすごい魅力的なベイチーワイルドオーストラリアが親株仕立てになりました。裏はねこんな感じですね、はい、ちょっとケバケバしてるけど、はい、完成です。ありがとうございます。あとはね、こっちは15センチパネルに、もうこっちもすごい綺麗ですね。色味がね、すごい本当に優しげで、めっちゃ綺麗です。美しい株、2株取れました。ではでは、またね。バイバーイ。